すんなりスリランカに入国することができました。 E ビザの申請もすごい簡単だったんですけど、番号とか聞かれることもなく、多分コンピューターに入力されてたと思うんですけど、サクッと手続きが、イミグレーションの手続きが済みました。で、ここは両替をしたりとか、そうですね、SIM カードを買ったりする場所なんですけど、まあ、大きい銀行、なんかちゃんとした店舗のところでは、インドのルピーは両替できなくてですね、なんかツーリストのオフィスで、両替をしてもらいました。まあ、レートもさほど悪くないと思ったんで、ここで全額、両替をしました。今、明け方5時半ぐらいなんですけど、もう24時間でバスが動いてるっていう情報があるので、コロンボ市内に出ていきたいと思います。着きました、コロンボに。いやー、初めてのスリランカですが、ケルラに向けて移動していこうと思います。なかなかいい雰囲気ですね。なんかいきなり活気があっていいな。まあ、ひとまずコロンボのフォート駅に向かっていきたいと思います。全く座る余地はないので、もう諦めてこの扉のところで座ってます。約10時間の移動になります。今日は列車の旅は続きます。まだまだ座席に座れそうにありません。乗車率は 100% 超えてます。Mm-hmm.